村田喜多さんのブースにお邪魔しています。中田さんです。よろしくお願いします。お願いします。とっても広々とした展示スペースですけれども、まずは会社について教えていただけますか。はい、弊社ですね、村田喜多と申しまして、1935年創業の産業機械メーカーでございます。京都に本社を置きまして、もともとは繊維機械が発祥なんですけども、その繊維機械をですね、どんどん突き詰めていくうちに、いろんな機械の分野にもして、進出していったというような流れになっております。で、今回出展しているのが、その中でも L&A 事業部、物流機械の方の事業部になりまして、50年以上の歴史を誇っております。はい、それだけの歴史のある会社としての強みっていうのは特にどんなところでしょうか。やはりですね、長年培ったエンジニアリング力ですね。なかなか物流機械といってもメーカーさん、機械担当メーカーさん多いんですけども、全体をトータルで提供できるインテグレーターとしてのエンジニアリング力、それが弊社の強みになります。そういった提案をしていただけるということですね。はい、実際今回はどんなものが展示されているんでしょうか。はい、今回は大きく2点展示しておりまして、1つ目は2018年に発表いたしました小型無人車のプレメックスジオになります。で、もう2点目が昨年パートナーシップを発表いたしました米国のアラートイノベーション社の製品アルファボットになります。実際に見せていただいてよろしいでしょうか。はい、こちら機械が縦横無尽に動いてますけども、はい、こちらが2018年に発表しましたプレメックスジオになります。一体どういったところがすごいんでしょうか。なんといっても最大の売りはそのコンパクトボディで、基本的には従来の無人車って言いますと、パレットよりも大きいサイズだったんですけども、今回のプレミックスジオはパレットより小さいサイズになっております。そうですよね、かなりコンパクトですよね。しかもあそこに1トンって書いてあるんですけど、あのちっちゃなボディで1トンが持てるんです。力持ちですね。ありがとうございます。先ほどから3台がキビキビ動いてるんですが、ぶつからないんですね。はい、絶対にぶつかりません。なかなか従来の AGV って言いますと結構トロトロってしたイメージだったんですけども、もうやっぱジオを見ての通りもキビキビ動いてますね。上位のコントローラーで全てのジオを制御しておりますので、最大50台同時に動かしても絶対ぶつかることはないです。すごい制御能力ですね。ありがとうございます。弊社ですね、そういったそのジオのハードと上のコントローラー、ソフトウェアというのを一括してご提供しておりますので、そういったことが可能なんですね。従来ですと工場内なんかは結構固定のハンド設備が必要だったんですけども、それをジオで置き換えることで、より清掃性とかですね、その工場のメンテナンスのコストとかを下げるようなことができます。はい、下にバーコードのようなものがありますけれども、こちらを感知して動いてるんですか。はい、床面に取り付けたバーコードを、ジオが読み取ってですね、それで自分の位置を認識して走行します。コンベアみたいなのがないんですよね。そうですね、基本的にはもうジオと、あとはああいったですね、物置の台だけでも完結するようなシステムになっております。そうすると本当にスペースをこう有効活用できるっていうことですね。はい、本当です。続いてこちらがアルファボット。はい、こちらがですね、昨年米国のアラートイノベーション社と提供発表いたしましたアルファボットになります。日本初上陸ですね。日本初上陸です。はい、こちらどんなところが特徴なんでしょうか。はい、こちらですね、全く新しい G2P ソリューションになっておりまして、従来ですと複数の機械の組み合わせが必要だった、保管搬送仕分けピッキングっていう工程がですね、これ1台で進むようになったんですね。これ1台で今までいろいろな機械が必要だったものをやってくれるということですね。作業者にいるだけで、このボットがですね、もうすぐそばまで持ってきてくれるんですね。かなり、作業効率としてもありがたい、ね、そうですね、作業者の負担はかなり軽減されると思います。これ自体で作業者のものまで搬送が可能ですので、従来必要だったコンベアなどが全く不要になるんですね。そしてこちらは、どういった環境でもこう動くことはできるんでしょうか。はい、こちらはですね、常温環境だけなんですけど、冷蔵環境、またマイナスの冷凍環境にも対応しております。なるほど、どの温度にも対応できるということなんですね。はい、実際ですね、北米ではスーパーマーケットのバックヤードにも使われているソリューションになりますね。そうしますと日本でもそういったところが主になってくるんでしょうかね。そうですね、日本国内でも e コマースだとか、そういった先ほど申したスーパーマーケットとか、あとはショッピングモールなんかにも導入を検討しております。ショッピングモール複数の店舗さんが入居していると思うんですけども、その複数の店舗の在庫をすべてこのボットを使ったアルファボットシステムに保管することで、その店舗には基本的に在庫は必要ないわけですから、よりもそのショールームとしての機能をフルに活用していただければと思います。今後改めまして、どんな風にこう展開していこうというのはお考えですか。基本的には先ほど申した通り、いろんな業種にですね、提供していくわけですけども、今年の2020年の夏頃に、弊社の犬山工場でデモラインが稼働しますので、ぜひお越しくださいというところで。
もう本当にね、いろんな場所で自由自在に活躍してくれる存在ですから、皆さんにどんどん知っていってほしいですよね。はい、